虚空の道。かつて6人の神が創造したとされ、今なお神のしもべである守護者に守られているとされている世界。広大な空間にわずかばかりの土地と大小の道のみにより構成された世界。道から足を踏み外せば二度と地を踏むことなく落ちていく世界。どうやらお前が次のものらしいな。できるかどうかは分からんがな。とりあえず聞いておこう。光と知性を司る能力。そうか。最中に何ぼーっとしてやがるんだ。ん？まあいい、今日はこれで終わりにしといてやる。おお、またどっかの俺の方は今。そう嫌がんね。ほっ。ああ、間違っても負けんなよ。そうや。伝説の名剣トーガを譲ってほしいや。そういう場合の答えは決まってるやろ。そういうことや。終わったようだな。ちょっとこっち来な。アーサー。おう、ちょっと欲しいものがあってな、届けてもらったんだ。おい、何見とれてんだ。挨拶ぐらいしろや。ごめんなさい、私、アーシャって言います。よし、自己紹介はすんだな。じゃあ、この腕輪を南の祠に収めてこい。うべこべ言わずに行ってこい。それとケイン、お前先週誕生日だったよな。思い出したようだな。俺たち一族は決まった年になったら結婚相手を探してこなきゃならねえ。当然自分の力だけでな。例外はなしだ。祠に行くついでに結婚相手を見つける旅に出てこい。何がいきなりだ。前々から言ってたじゃねえか。見つけるまでは帰ってこなくていいからな。
代わりいい女連れてくんだぞ。伝説の名剣トーガなの？この祠ね。封印の一つが解けたのよ。そうよ、魔王ダークロードよ。ほら、ぼやっ。早く。ほら、行くわよ。気にしないの。ほら、もとりあえず冒険者ギルドに行きましょう。冒険者ギルドっていうのはね、登録すると情報を教えてくれたり、魔王をどうにかするにしてもまず準備をしなくちゃいけないでしょ。とりあえず登録して登録書を作ってもらわないとね。ごめんなさい。さあ、行きましょう。
いらっしゃい。ご無沙汰してます。おや、そっち。ケイン、何言ってんの。早く。じゃあこいつに必要なことを書いてちょうだい。この世界の光、火、水、その姿は見えなくても常に私たちを見守ってくれているの。でね、そのさ、か、何いい加減に書いてるのよ。あなたの属性はそれじゃないでしょ。別にいいじゃない、さっさと書きなさいよ。何いい加減に書いてるのよ。あなたの属性はそれじゃないでしょ。別にいいじゃない、さっ、あなたのぞ、別にいいじゃない。何いいか、あなたのぞ、別に、何、あなた、別、それじゃあ、冒険者ギルドの説明を簡単にさせてもらうよ。まず、冒険に出るときは、パーティー。でも、パーティーの編成。パーティーは自分を、その人がどうしても嫌だったら変更してもいいけど、あとの一人はあなたの自由。ただし、相性の悪い者同士でパーティーを組むと、いつもより能力が落ちるかもしれないからね。あと、何か事件を解決、報酬をもらう。ただし、それじゃ、ケイン、これからどうするの？ケイン、はあ、女に靴を抜かして魔王をほったらかしにするなんて。でも世界が滅ぼされちゃったら結婚相手がどう。とりあえず魔王を倒す。そうよ。それにもし、あ、別に何でもないわ。そうね。早くた、ケイン、よろしく。真面目にやんなさいよ。行くわよ。やよ。やよ。あきらめないで。いった。あきらめないで。
聞いたの？無理は良くないわよ。